はようございます。おはようございます。いやもうだって今日が2020年最後の撮影です。9月まで何もしてないですもん。すごい帳尻合わせ感すごくないですか今年。そうですね、結構いろいろやりましたね。いや、そっからね、そっからね、すごい巻き返して、うん、いや、ありがとうございます。出会えてよかったです。こちらこそですよ、頑張りましょう、はい、本当はあのなんか去年空港やったんですけど、お金を持ったらもうちょっと空港に行けるんじゃないかって言われたんで、空港で最後リベンジしたいと今年思ってて、1ヶ月空港に住もうと思ったんですけど、このご時世で空港に1ヶ月住むのはどうなのかっていう判断になったので、と来年の頭にすごいでかい撮影をすることになりまして、今までで一番でかいです、ね、時間期間もね長いし、長いし、もうほんでそれをやることになって、今年は空港のリベンジではなくゲームセンターに住む。ゲームセンターです。ゲームセンター、僕もやっぱこの空港に1ヶ月住みたいと思ってるんで、まあ、それを前にこうまずは年末ゲーセンに行きたいと思います。まあ、このシリーズももうだいぶ長いんですけど、もうなんかね、そろそろなんか次のステージに行きたいというか、2020年はちょっとあんまスリルがあることをしてなかったんで、ちょっと面白くなるために、これ以上面白くなるためにもうちょいなんかこうスリルのあることをしたいなっていう、ね、新しい体制になったわけじゃないですか。そうですね、スタッフと、まあ、こう2人になって、まあいずれおよい言うんですけど、夢とかも結構あれもやりたいこれもやりたいってあるんで、この動画で弾みをつけたいし、ちょっとでかいことしますよみたいな、またね来年は一皮むけるっていうね。そうそう、一皮むけるっていうね、今回所持金を1万円でやります。1万円で、まあ、1万円あればゲーセンは楽しめるかなということで、1万円でやりたいと思います。12月4日っすけどね、まだ1万円で年越すんですね。年越しますよ。いや今回だいぶコンパクトっすね、荷物が。えこれバットですか。あ、バットバットバットじゃあパソコン、バット、バット、誕生日にモバイルバッテリーをもらいました、はい、この間鬼ごっこですごい目にあったんで、あれがねなければね勝てたかもしれないから、その際いい加減買ってくださいと思って携帯の充電器とか、ああそういうのね、まあ、こうカメラここに一応入れる用のポジェットが、はいはい、ポジェットがあるんで。少ないですか。1万円ですよだってあ、 UFO キャッチャーでもしかしたらですか、食費とか稼ごうとしてます。頭にはあります。うまくいけばこれで一攫千金で暮らせるから、俺のこの能力にかかってる。なるほどなるほど、今回はですね、はい、年末の撮影ということで、はい、仕掛けがいくつかあります。こうね呼んでる人がいます、ね、その人たちが多分三能さんのねお助けになったり。あ本当ですか。すると思います。そのタクシー来ないっすよ。何分経ちました。20分経ちましたよ。始まんないじゃん。佐野さん、なんか日が落ちてきた気がしますよいやもう1時間とかでしょ。1時間経ちましたよ。で芸者でね電話したんですけど、どこもこの辺走ってないって言われて3、4件電話したんですけどね。だからちょっと待ってんですよね。やばっていうぐらい山奥っていう。やっきたマジもう達成感やばいっすよ。もうっていうか冷静考えてタクシーに乗らないといけないっていうルール、謎ルールすぎません。謎ルールですよねそれは最初が海ホタルだったから余計に。そうですよね。今僕ら家探してるんですよ。うん、24時間空いてるじゃないですか。うん、それ終わったらどうします。いやまあ家に帰る家はあるんだ。まあ、あるんですけどね。はい、年は越せないかな。海ほたる何日に住みました。海ほたる13ですね。13日、2週間海ほたる住んでますね。あそう、はい、ということはどういうこと。みんなのために住んでるみたいな。そう、気分じゃない。いやなんか偉そうなね雰囲気ですけど。だって今の400円で屋台で唐揚げぐらい買えましたよね。
出るってなったら6時間出れますね。これでもし来れなかったら本当の村避けてきます。え、怖い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 。大丈夫です、すいません、ありがとうございます。すげえ。こっちも恥ずかしい気持ちになる。最後まで。お金をかけたのに手に入らないかもしれないって計算つかないじゃないですか。そういうの嫌いなんですよ。1週間はいかないと。今からあなたの潜在意識にアクセスします。今までのこのシリーズでこんなことないじゃん。眠いですか。いやもう、いつ待ってもおかしくないかもしれない。そうですね。海ホタルといい、ことといい、普通じゃないですか。そうですよね。1万円で、それ以外は僕がどうぞ預かります。これビーモくん何も入ってないんで、これ、間違いなく1万円、間違いなく1万円で。お金の使い方結構頭使いますな、これ。娯楽が全部お金で買えちゃうから、バッセンが200、バスケットボールの UFO チャチャ200で、カラオケもある。いやマジボール欲しいっす、遊ぶためにね。ボールでかくないっすか。でかいっす。それはボールがないとだってこれ意味ないじゃないですか。ね、運動にもなりますね。そう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 、夜絶対毛布欲しいっすよね。ですよね。UFO キャッチャーで毛布あるんで。ああ、いますよね、毛布。 UFO キャッチャーの毛布で早めに取りたいです。毛布取れば勝ちだと思う、逆に言えば。いいっすね、これお金を払っても手に入んないのって初めてですもんね。スリルありますよね。なんかないかな、なんかポテチ何パックみたいな、てっけえのありましたよ、なんかありますよね、よくあるゲーセンにあるやつ。芋とかありました、そのまんま。あー、ちゃんと芋。ちなみに UFO キャッチャーむっちゃ弱いっすやんないっす。善と多難か。避けてきました。ギャンブルとか嫌いなんですよ。はいはいはい。なんかお金をかけたのに手に入らないかもしれないって計算つかないじゃないですか。はいはいはい。そういうの嫌いなんですよね。なるほど。敷布団的なものもあるんですよ、マットみたいなので。マジか。毛布もなんか両方手に入るんですよ。そっかそっか、敷布団も。そう、よくなっちゃう。でもざっと見た感じ、何が困ったかっていうのはコンセントがないっす。なるほど。コンセントがないんすよ、こんだけでかいのに。はいはいはい、はい、でもカラオケがあったんで、ワンちゃんカラオケに入らないと充電ができないかもしれないっていう。見てたんですよ、はいはい、UFO キャッチャー。はい、撮りました。え、なんでそんな簡単に撮れるもん。簡単に撮れましたよ。そんな簡単に撮れます。だから頑張ってください、佐野さんも。そういえばいつものスカジャンじゃないぞ。すぐ終わってもなって思って。あー、かわいいよ。わかんないか、さすがわかんないかな。スタッフが巡回してないっすね、そんなに。あんま見ないっすね。そんなに厳しくもないし。いや俺犬好きっすけど、犬好きでも怖いっすもん、あれは。やばいっす。こっち来ましたもん、匂いたびに。オーナーさんかな。いや、なんか偉そうなね、雰囲気ですけど。いや、オーナーさんじゃなかったらこんなとこ犬入れないっすよ。入れないと思いますよ。来年の最初の動画になると思うんですけど、それの準備をもうしてて、それにだいぶ気合入ってて、来年につなげるためにもね、こう弾みをつけたいというか、お金をどう使うかですよね。1万円を毛布を取りに行きたいですね。あと
風呂入れないからこれどうしようかなっていう、まあ、海ほたるの時もそうだったんですけど、あれが警察犬だとしたらヤバいっすよ、マジで死にますよ、本当に。あれがワンって出したらヤバいっすよ、うんってやってると思う。マジ、マジ怖いなっていうイメージ。カラオケが多分一番安定して寝れるんですけど、寝れそうな場所は何か所かあるんですよ、椅子とかソファーとか。カラオケに行くか毛布を取りに行くかのどっちかっすね。で、食費は一応売店があったんですけど、今日はあんまお金も使いたくないんで、旅行チャッチャーでなんかいいのないかなって感じですね。2トライぐらいで引っ掛けてくれ。そう、引っ掛けて。おおおお、うわ、分かんないけど、素人だから分かんないけど、引っ掛けるパターンだな多分。持ったとこで2回やるから。あ、ダメだ、全然。うわ、え、センスなくね俺。待って、バカらしくない？すげえバカらしいんだけど、400円投げたってことでしょ、ね、お金を盲目な使い方したの嫌いなんですよね、撮影以外で。あ、撮影かこれ。え、もったいな。だって今の400円で屋台で唐揚げぐらいで買えましたよね。え、もったいな。いや、カラオケに入ってたとしても今ので絶対1時間はルーム料金400円で1時間行けるはずだから。え、もったいな。小学生の時からずっと思ってたんですよね。だって取れなかったらめっちゃもったいなくないですか、お金。バカらしいな、やっぱギャンブルってゲーセンってバカらしい。一回マジ、明日昼練習します、クレーンを。明日練習して決めよう。今までのこのシリーズでこんなことないじゃん、盲目にお金使うことって。めっちゃ考えて使ってるのに盲目に使うわけ。
全滅だ。え、俺しかいないやん、もう。あ、ほぼ俺だけ。そうですね。今からあなたの潜在意識にアクセスします。眠ってスッと力抜ける、首の力、肩の力スーッと抜ける、そうどんどん抜ける、どんどん抜ける。見つかずいて目を覚まそう。今からあなたが口にするものすべて甘く感じる。